染めちゃん TV。 どうもこんにちは、カメラマンのフチです。今日はですね、なぜ僕が染めちゃん TV のこの動画に出てるかというと、染め屋さんにドッキリを仕掛けたいと思います。マネージャーさんに協力していただいて、カーテンの中にマネージャーさんに隠れてもらって、で今ホラーゲームをしてる染め屋さんを驚かす企画です。いやー、本当にビビリなのかどうかが実証されます。楽しみですね。いやー、どんなビビる顔が見れるんでしょうかね。半分はいってます？いや、半分はいってないです。3分の1です。全然だ。次にやりましょう。でも慣れてきましたね。慣れてきました。このゲーム。どうも皆さん、こんにちは。染谷俊之です。染谷ちゃん T、あ、フッチーさんちょっと映ってますね、これ。すいません。紹介しよう。すいません。いきます。どうも皆さん、こんにちは。染谷俊之です。染谷ちゃん TV、始まるよ。さあ、今日もゲーム実況の方をお届けしていきたいと思います。うわぁ、うわぁ、うわぁ、なるー、なるー、うわぁ、うわぁ、うわぁ、でんてれ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 ん、びっくりしたよ、びっくりしたよ。2020年、一番驚いた。よい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 よ法に任せようと思う。収まらねえ、収まらねえ。収まらねえよ、俺のあれは。俺のあれは収まらねえよ。てってでじゃないんだよ。涙目だよ、俺は。だいたい出るとこおかしくない？だって、やってる時じゃないの。このゲームをやってる時にさ、わーじゃないの。まだオープニングの段階でやるかい？それは早い方がいいかな、メンタル的に。いやいや、メンタル考えるんだったらそういうことするなよな。俺のメンタルを考える心のゆとりがあるなら、んなわーとかやるなよな。それは打ってるよ、俺は打たようと思ってるよ。謝るなら今だよ。最高裁判所まで行くよ、これは。綺麗は。リアクションが面白い。人は踊るぞ。踊ります。てんてれ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 ん自分でやるの。全然気づかなかった。全然気づかなかった。びっくりしたから。座ってたの？座ってたの？え？立ち上がった。俺立ってる。いつ立
座った方がいい。そこ座ってたの。ここまでの記憶がないの。気づいたらこうやってやつ。我々満足です。ああ、そうですか。よかったよ。もう二度とやらないで。ビビりだから。あの、大きい音とか、人を驚かすの大好きだけど、驚かされるのあんま好きじゃない。二度とやらないで。次やって訴えるからね。訴えるよ。ドッキリ台で法の下に騒いでもらいますよ。これはね。これは俺ホームスイートホームやる気になんないっすもん。なんていいとこまで行ったじゃないですか今。もうだって俺もう違うもん。これ違うもん。これやるのに結構心の準備とかいるんで、俺は心の準備できてよしやるぞってなってこうやってわーってやられたからもういいもんできないっすもん。めんどくさい俳優みたいなやつやんのやらないの。やるやろ。やりましょう。気を取り直して。ということで皆さん、ご視聴くださった皆さんありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。どうも皆さん、こんにちは。コメントシーです。さあ、今度こそホームスイートホームやっていきたいと思います。トイチョン TV 始まるよ。ウィエーイ！トイチョン TV！ 当たっちゃった。始まるよ！やめて！ついてこない！トイチョン TV！ 始まるよ！行ったれ行ったれ！どうですか？なんだろう、待ってた。嫌なやつは少しね。おい、なになになに、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 なに